さて、国や警察庁がいわゆる脱法ドラッグから呼び方を変えた危険ドラッグの怖さを知ってもらおうと、町田市内の関係団体が昨日街頭でチラシなどを配るキャンペーンを行いました。危険ドラッグ撲滅に向けたキャンペーンを行ったのは、町田市の市役所や防犯協会、町田警察署の担当者らおよそ70人です。危険ドラッグは法律の網の目をかいくぐろうとする脱法ドラッグの新たな名称として、危険性を分かりやすく示そうと今月厚生労働省と警察庁が発表したものです。町田駅前に立った担当者たちは、危険ドラッグを使用しないよう訴えるメッセージが入ったチラシなどを通行人に配布。受け取った若者たちは、身の破滅につながるので危険ドラッグに手は出しませんなどと応じていました。危険ドラッグってどんなものか分かります？脱法ハーブの名前が変わったやつだよね。名前を変えてどのぐらい変わるのかなみたいな、ね、危険度が高いものだっていうのは、認知される確率がどんどん高くなっていくので、使用するのを控える人は、まあ、増えていくのかなと思いますけど、手出してみたいと思う人がいるので、それがいかに危険なものかっていうのをやっぱり何度も何度も声をかけていくってことが大事なのかなと思います。ではここからは警視庁担当の相模記者に聞きます。相模さん、この危険ドラッグによるとみられる事件や事故が後を絶ちませんね。はい、こちらですね、警視庁によりますと、危険ドラッグの使用によるとみられる交通事故はおととしが5件、去年は9件だったんですが、今年はおとといまでの時点ですでに11件となっています。はい、また全国的にはですね、危険ドラッグ所持の疑いによる逮捕も相次いでいまして、山梨県で女子高校生2人、神奈川県では元県議会議員、愛知県では現職の交通課の警察官が逮捕されるという事態になっています。全国で蔓延しているというのが現状ですが、この危険ドラッグ、体への影響はどうなんでしょうか。はい、先日その点にですね、渋谷の街中で以前に使用していたという男性から話を聞きましたので、ご覧ください。俺もう中1から高2までずっとやってたんですよ。俺友達とめちゃくちゃハマりまくって、俺の友達、俺が辞めてもずっとやめられなかったんですよ。そいつが公園で夜捨てたら、すごい強いの捨てたらしいんですよ。夜したらなんかゴキブリが1匹いたらしくて、なんかそいつがこう見てきてるらしいんですよ。どっか行けやみたいな、聞こえるらしいんですよ声が。でそいつも怖い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 みたいになっちゃって、でも体に全部入ってくるらしいんですよ。その幻覚とかも感覚で、ゴキブリがこの感覚あるのに、こうパッて見たらいないみたいな。ちゃんとした更生施設に今通ってて、今もう頑張ってやめてるんですけど、だからマジ超やばいっす、あれは。警視庁や都によりますと、危険ドラッグの中には覚醒剤以上に害がある成分のものもあるということなんですね。はい、幻覚や意識障害が現れたり、錯乱状態に陥ったりする恐れがありまして、脳や内臓など体への害も相当なものがあるとみられています。またもう一人ですね、使用していたという男性から話を聞けたんですが、その中では危険ドラッグの大きな問題点の一つが見えてきました。小さい頃の遊び感覚っすよね。もう誰々が始めたみたいな、じゃあちょっと興味本位っす。最初はやばいんじゃないかと思ってたんですけど、そのだんだんもう流行りのうちにその気持ちが薄れてって、もうみんなの意識が安易になってきて、もうタバコ感覚でみんな吸ってました。吸ってみた感じどうでした？いや、ぶっ飛びますよ。駅が地獄の門に見えたりするんですよ。寝てても崖から落ちるなんかシーンが出てきたり、結構いろいろしますよ。なぜかというと、ハーブの構造過程みたいな動画見て、なんか中国の方とかで変な黒い変な油みたいのに葉っぱ混ぜてなんか作ってたんですよ。それ見た瞬間、あ、これ吸ってたら死ぬわと思ってやめました。なるほど。危険ドラッグの怖さの一つとして製造過程というのがあるんですね。はい、もともと違法な薬物や違法すれすれのものを作ろうとしているわけですから、その製品は非常に危険性が高いのはもちろんなんです。はい、さらにですね、警視庁の担当課長によりますと、危険ドラッグというのは中国などから入ってくるんですが、
その製造過程というのはひどいもので、ついでにこの薬物も足してしまおうというような感覚で作っていたところもあったということなんですね。それだけ大雑把に作っていますので成分も不明ですので体への影響も計り知れません。病院へ搬送されても成分がわからないということで適切な処置が受けられずに死亡してしまうケースもあるということなんです。そうなんですね。これ知れば知るほど危険であるということが分かってきますね。対策が喫緊の課題となりますね。これ、はい、国や東京都、警察でもですね、対策本部を立ち上げるなど規制の強化に乗り出していまして地域ぐるみでの啓発キャンペーンも盛んに行われているんですが現状では警察はですね、販売店への捜査目的の立ち入りができないなど法律や条例の改正が必要なものもありまして、はい、すぐには対応できないという部分もあります。やはりですね、一人一人が危険ドラッグは本当に危ないものだと知って手を出すというのは自分も他人も不幸にする非常に愚かな行為だという認識を持ってですね、被害を食い止めていかないのではいかないといけないと思います。わかりました。危険ドラッグ、その危険性について相模記者でした。